アンディ・デリスはドイツ出身のロックミュージシャン、ボーカリスト、ジャーマンメタルバンド、ハロウィンのメンバー、ソロシンガーとしても活動している。身長178センチメートル。15歳の時にギターをプレイし始め、20歳で兵役を得た後に本格的に活動を開始。1987年に地元カールスルーエでピンククリーム69を結成し活動していたが、 1993年に脱退。1994年には友人であったマイケル・バイカートに誘われ、マイケル・キスクの後任としてハロウィンに加入。現在までハロウィンのボーカリストとして活躍している。また、2007年にはニュークリア・ブラスト設立20周年を記念して、結成されたニュークリア・ブラスト・オールスターズに参加した。現在は、 スペイン領カナリア諸島にあるテネリフェに在住。80年代後半にドイツのカールスルーエで結成されたピンククリーム69はドイツ、イギリス、ギリシャ、アメリカといったメンバーそれぞれが国籍が違うバンドである。ピンククリーム69は89年にリリースしたピンククリーム69がデビュー作だが本格的に日本で人気に火がついたのは次に リリースされたセカンドワンサイズフィッツオールである。この頃からアンディはすでに作詞作曲のほとんどを手掛け、この時の音楽性がアンディ加入後のハロウィンのサウンドにも反映されるようになった。この当時、アンディとバイカーとは友達同士であり、ハロウィンもピンクバブルズゴーエープをリリースした時期である。この時、すでにハロウィンはバンドの状態が不安定な状況になっていたために、 バイカートはアンディにハロウィンへの加入を持ちかけているがこの時点ではアンディはバイカートの誘いを断っている。しかしこの後リリースされたピンククリーム69のサードゲームズピープルプレイはヘビアンドモダンなサウンドで今までの作品とはとてもではないがかけ離れたものになってしまいこの頃からバンドの中で居心地が悪くなり孤立していたアンディは同時期にハロウィンが問題作 カメレオンをリリースし、フロントマンだったマイケル・キスクの解雇、インゴーシュビヒテンバーグの離脱で、バンドが壊滅状態になっていた時でもあり、再びバイカーとから加入の話を持ちかけられ、アンディはピンククリーム69を脱退し、ハロウィンへと加入することとなる。ハロウィンが現在所属する、ボトムロープロモーションは元ピンククリーム69の、ドラマーコスタ・ザフィリオが経営するマネージメントであり、 コスタはハロウィンのマネージャーでもある。2007年から8年にかけてのハロウィンとガンマ0のジョイントツアーが実現したのに対し、7年のバーン、死のインタビューでアンディに将来的にハロウィンとピンククリーム69とのカップリングはないのか。といったところ、コスタやデニスとの間には何の問題はないが、ギターのコフとは未だに確執が解消されていないから、 一緒にツアーをするのは難しいだろうと語っている。マイケル・キスクの後任としてハロウィンに加入した彼は今までのハロウィンにはなかった哀愁日のあるサウンドを持ち込んだことによりピンク・バブルズ・ゴー・エープ以降人気的にも音楽性的にも低迷していたバンドを事実上復活にまで押し上げる最大要因にもなった。また金属的かつブルータルな歌い方だけでなく非常に 穏やかで悲しげな楽曲にも対応できる、表現力豊かな歌唱力もあり、メンバーのバイカーと曰く、チャーリーに、オール・オーバー・ザ・ネーションズのデモを聴かせた時に、マイケル・キスクが歌っていると勘違いしてしまった。マイケルは一つの方法でしか歌うことができなかった。反面、アンディは三つも四つも違った歌い方ができるとアンディの歌を評価している。また彼は、 作曲面でも他の誰よりも貢献しており、加入から現在に至るまでアルバムに収録されている楽曲の半分近くは彼の曲である。キスクやカイの歌い方をできる限りやってみようとはしたけど自分にはそれができない。他人の歌真似はしたくないからあくまで自分の表現で歌うしかないと時折彼が未だに過去の亡霊に寄りつかれていることをぼやいてしまうこともあった。 ありがとうございます。